木口翔平から1894年7月29日は日清戦争で戦死した大日本帝国陸軍兵士、ラッパ主としてしても口からラッパを離さなかったとされた。その逸話は1902年から1945年まで小学校の修身教科書に掲載され、戦前の日本においては広く知られた英雄であった。成和川渓谷の中腹集落にある、 木口翔平の聖火大正7年、尋常小学校1年西洋修身教科書、七三陸軍墓地にある日清戦争合同碑。木口翔平の名前が刻まれている。小平は、現在の岡山県高橋市成和の農業、木口九太の長男として生まれ、小学校に進学するが、1884年12月に中退。その後、 小泉鉱山で鉱山夫として働く。1892年12月から、広島不評第21連隊に入営し、不評を二等卒となり、1894年6月に日清戦争に出征する。この時の所属は、不評第21連隊第3大隊移12中隊で、中隊のラッパ首を務めていた。 同年7月の聖官の戦いに参加する中29日敵団を受け戦死したが、不評一等卒に進級するという扱いは受けなかった。不評第21連隊は宇治河校から出発し、1894年6月27日に朝鮮、新川に上陸する。7月29日午前3時新国軍と聖官で退治し、午前7時30分までの 激戦によって、新国軍を改装させた。この戦いによって、木口の属する第十二中隊の中隊長、松崎直進隊員は戦死松崎隊員は日清戦争の戦死者、第一号という。この戦闘中に木口は突撃ラッパを吹いている最中に被弾。重装により出血し、倒れ、絶命した後も口にはラッパがあったという。これは、 本人の精神力というよりも、死後硬直が原因であると指摘されている。しても、なおラッパを口から離さなかった、ラッパ主の噂話は、早くに内地に伝えられた。そのラッパ主は誰かということが話題となり、軍は調査の結果そのラッパ主は実在し、名は、白上源次郎であると発表した。岡山県浅口郡船尾村出身の不評一等卒。 白紙玄次郎の武勇は国民に広く伝えられ、また海外にも発信された。教科書にも採用され7年後に名前を変えられるまで使われた。日清戦争後に第五師団司令部は、所長者の結果彼のラッパで柱上に、傷して、木口翔平へなること判明せりと発表し直した。白紙は入営当時21連隊のラッパ手で、あったが予備役招集の時点では、 ラッパ主ではなかった。木口はラッパ主であり、白神と同日の戦士であった。なお、白神の死因が戦闘中の敵死であったことも不都合とされた。死団発表当時は全く無名の木口に名前が置き換わったことに国民の間に驚きもあったし、すでに有名になっていた白神源次郎の名前はなかなか改まらなかった。白神源次郎の記念碑は1906年に、 建てられたが、木口翔平の記念碑が建てられたのは1914年になってからである。義務教育の無償化と1903年に始まった国定教科書制度で、木口の名前が国民全体に徐々に浸透し、木口の検証も盛んになった。故郷である岡山県川上郡成和町に、壮烈ラッパ首、木口翔平の碑が作られた。さらに、 1932年になると、不評、第21連隊が、軍人直ゆかし50周年事業として、銅像を作った。岡山商恨社に収められた写真の中から、木口らしい写真を選び出して、銅像のもとにしたが、これは、木口の顔ではないとの異論もあった。この頃、成和町の石踏みの周りは、古代ラインとして整備された。21連隊の銅像は1950年に、 浜田五国神社に移転されている。1902年に発売され、高年性ガ眼と解消される胃腸薬の中油進むロマルに描かれているラッパのマークは、木口の話を参考にした、との逸話があるが、これは年代的には白髪の話ということになる。木口小平派的の玉に当たりましたが、死んでもラッパを口から離しませんでした。 新しい歴史教科書を作る会による、走者の市販本では、死んでも、ラッパを手から離さなかった、と変更され、後に、教科書として、文部科学省の検定に合格した。さらにその後、口から離さなかったと、自主訂正された。山形道文、我藩事の職にあり262ページ。1982年10月、文芸春秋。 ISBN 978から41億6337万6608ありがとうございます。